これえぐいわ。ドラおいしょ。はい、どうも皆さんこんにちは、せいやまさとチャンネルのせいです。まさとです、よろしくお願いします。今回はですね、前回前々回の動画に引き続いて、3本目の動画になります。はい、今回はドラゴンの勝負ね。そうですね、はい、で今の現在は、私が1敗1分け、はい、1勝1分けっていうような感じで、ね、私は劣勢状態になってます。でもし見てない方はまだ、はい、あのパート1、ね、パート2、はい、ぜひこの辺にあるかな、あると思うので、はい、見てもらって、見てください。はい、で次は、うん、このスカイトラック企画の、ニアピンターゲットチャレンジ終わったんで、はい、次ドラコンでいきたいと思います。ちょっとドラコンは最初ちょっと試してみて、あまりにも差が開いたら僕がハンデを与えるんで、はい、そんな感じでやってみたいと思います。はい、ではちょっとでは僕が先行で行きたいと思います。行こうで、はい、まあ、ちょっと相手にならないと思うんですけどね、まあ、ちょっと軽く赤子の手をひねるように行ったろう。うわマンチ、これやったんちゃう、これこちょっとマンチ入れました。反応すんな、くそ、おい反応しよったそらせろ腰いた、これマンチちゃいますの。え、ちょっと待って、おお生きてるわ、セーフセーフセーフ、お、いいねいいねいいね、いや、えぐいって、まあ、ちょうどいいでしょ、それでも280やろ、うん、ちょうどいいちょうどいい、えぐいな、飛ぶな、やっぱ。オッケー、じゃあ私は行きます。はい、行きましょう。高く上げれば多分これ飛んでいくスタイルやろ。おお、めっちゃいい球ちゃう。ちょっとなぁ、ドライブ回転入ってるかも。ゴー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 、いけ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 、いやー250、きついきつい、それじゃきつい。ちょっとやっぱ話にならないんで、ハンデでちょっと多分ね、せいやさん勝てないと思うんで、マジで。なので片足でいきたいと思いますはい、もうこれでぶち抜いてあります。やったるしかないな。はい、片足で抜かれたらエグいな。おい、そう、マジで、おいしょ、それエグいやん。さっき成果いくつ、よしよしよし、260、負けとるやん、負けとるやん。オッケーオッケー、さすがにな、負けられん、それは。片足でもっと振ったろ、280やろ。ドラー、おー、どうなん、これめっちゃ飛んだんちゃう。バリ振ったよ今、これやばいんちゃう、上半身もげるか思ったもんあ、出てた、まんぎそれは嘘やん、ペナチョコ戻ってたって今の、えぐいって。じゃあちょっと ラストも片足ですっぽ抜け、えぐいな。ほら、あーね、これ多分まあまあいったでしょ。おー、それ結構いったっぽいな。うん、いや、グリッドインしてないの、辛いよ。いや、いい、入ってる、えぐい、よっしゃ、えぐい、えぐい、えぐい、275飛んでもんてるやん、それはやりすぎ。いや、せいさん、ちょっとそろそろ本気出さないと。こうや、やっぱり。はい、そうね、もうこれで行くしかない、もう記録なくたっていいさ、振ってやるよ。あバイバイこれは行っちゃったな、マミー完全にグッバイでしたね、これグッバイ、
いや残ってない。うわ、しかも全然飛んでないし、全然飛んでないし、終わってる。いやひどい、オワコン、はい、ちょっとなんやエキシビジョンで僕がどれぐらいいけるのかやってみたいと思います。はい、ではテラユーゴルフ。なんでやねん、間違えました、ね、佐藤ゴルフ、はい、よし、全力の全力いったろ、いって、いやちょっと右か、多分ドローしたんじゃないですか。戻ってきてれば完璧やな。いや、バリ右飛んでる。いや、帰ってきてるよ、戻ってきてるよ。おー、キーキワキワ、はい、300の頑張りました。いいね、もうちょっといけるな。これすごいとこ止まって、ちょうどえぐい、うん、アイコンつくなんていいやん。300飛んどる。おい、これはこれでいったな。これは多分一番当たったんじゃないかな。3-3。うわ、これ右になっちゃうのか。いや、これも際い、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 また、いやいや、でもそれ狙ってんの意外と左かもしれないな、うん、ちょっとせやな、左飛んでんな。そうそう、よし、これえぐいわ、これいったよ。3-3。えぐい、いけ、5、5、5、5。うおい、さすが。いやでも今日1、そうか。しかも今回使ってるボールがこのレンジボール、まあ、こういうレンジボールなんですけど、まあ、これはやっぱりもう飛ばないね。そうですね、そう、ツアーボールとか近って全然飛ばないんですけど、だツアーボールやったら何ヤードぐらい飛んでる？まあ、300。さっき300飛んどったもんな、4-50エキシビジョンのやつやったら。そうですね、ね、はい、って考えたら多分350ぐらいは本当に多分飛んでるんじゃないかなって思います。さすがに、ありがとうございます。はい、ちょっとなんか他に企画とかあったらぜひ下にコメントいただければ、うん、そちらに関して私たち返信もしますし、そういうのいただけたらその動画撮らせていただくんで、今回のこのピンマイクとかもコメントいただいたりしたら、はい、すぐ購入しました。結構値段はいい値段しましたね、はい、でもね、こうやって皆さんの楽しんでもらえたらなと思いますので、ぜひぜひコメントください、はい、お願いします。ではこの動画がいいなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。まだまだ。